どうもこんにちは、ゲーキモクスの坂です。本日はジ・オーラルシガレッツのアキラカニアキラさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はアキラさんに今までどんな生活をしてきたのかとか、生活どんな音楽が好きでバンドを始めたのかとか、このエースベースなんで作ったのかとか、まあ、そうしたところパーッと聞いていこうかなというふうに思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします、はい、ちなみに今日2本撮ってまして、はい、さっきはこのエースベースいっぱい弾いてもらったり、ここのここがいいんだよなみたいな、そういうのを話してもらったので、それはそれでまたチェックしてみてください、はい、すごく楽しい動画になっております。ということで本編ゲット。まずちょっと簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。ジ・オーラルシガレッツでベースとコーラスを担当しているアキラガニアキラです。よろしくお願いします。もう一番の売れっ子、イエーイ、はい、最近やった一番でかいところどこですか。最近は埼玉スーパーアリーナでワンマンとフェス形式の対バンをやりましたね。いやすごいですね、もうめちゃくちゃ売れてますから。こんな方の根掘り葉掘り聞けることないですからね。ナタリーとかにはこう綺麗なとこしか出てないから。確かに確かに、ね、うちはもう生でワンだけ減らないようにしていただきたいんですけど、はい、増えたら嬉しいですね。そうですね、はい、この動画見たら、あのオーラルシガレッツみたいなバンドを作りたいとか、アキラさんみたいなベーシストになりたいとか、そういう人たちにとってこうヒントになるようなものになると思いますから、ぜひぜひねチェックしてみてください。音楽を始めたきっかけ、ベースを弾き始めたきっかけってありますか。中学の時に周りの聴いてる音楽とちょっと違ってたんですね、一人だけ。いわゆる J-POP みたいのをみんなが聴いてる中で、僕は青春パンクみたいなところを聴いてて、ガガガスペシャルとか太陽族とか、ギャーギャー心の内を叫ぶみたいな音楽を聴いて育ったんです。それで人と音楽の趣味がちょっと違うのかもって思い始めて、で好きな音楽をどんどん自分で探していった時に、一周回ってゆずめっちゃいいとかなったんですけど、で弾き語りを始めようと思って、親父の使ってないアコギを押し入れから出してきて、中3の夏アコギで弾き語りをし始めたとこから始まるんですけど。弾き語りなんですね。そうです、最初はアコギから始まって、高校に入学した時に軽音楽部に友達に誘われて入って、お前ギター弾けるやんなみたいな感じで入ったんですけど、そこで僕ドラムをやったんです。それはビートルズとかオアシスとか UK ロック、そういうところのコピーバンドをドラムでしていて、でもギターで誘われたやんってなって、ギターボーカルをやりたいって思って、もう一個ギターボーカルのバンドを組んだんですね。でそっからその2つを高校時代やってたんですけど、で大学行くタイミングでその部活動のバンドは終わって、で今のオーラルシガレッツを組むことになるんですけど、その大学入ったタイミングでやったことない楽器をやってみたい気持ちになって、あじゃあベースかなってなってベースを触ったんですよ。なるほど。一番最後に持った楽器で、その時一番不得意やった楽器なんですけど、でそれでベースをオーラルシガレッツとしてやったんで、僕はベースのコピーバンドをした経験がなくて。あなるほど。だから本当に誰のフレーズも弾けないんですよ。だからすごくオリジナリティがあるベースプレイになるわけですね、うん、そうです、うん、で当時自信がなさすぎた僕は個性が欲しすぎて、右肩にかけてみたり、あと変な名前で活動してみたりなんかそんな感じで今のスタイルになっていったっていう経緯なんですよ。新しいもの好きだったんですね。ギターを始めて弾き語りから入って、ね、ドラムとかギターボーカルやったりのすでにベースですから、何でも弾けるわけですね。何でも弾きたかったんでしょうね、はい、いやだからすごくやっぱり個性が溢れている。例えばジャコっぽいとか、はいはい、マーカスっぽいとかジャミロクワイっぽいとか、結構そういうの多いわけですけど、はいはい、こういうジャンル好きだったんでしょうとか、でもまたそこら辺とは全然違うプレイだなって思ってましたから、まあ、そういう理由があるわけですね。全くベーシストとしてのルーツを持ってないんですよね、はいはい、今のバンドしかやったことがないんで、だからそこがすごい自分の中でコンプレックスもあったんですけど、そこが今は強みかなって言えるようになってきました。いや絶対そうですよね。他にはこういう音楽聴いてたとか、バンドベース始めてからこういうバンド聴くようになったとか、そういうのありますか。僕初めて買った CD がデフテックなんですよ、ね、お渋いですね。デフテックのマイウェイっていう曲がラジオで流れてきて、なんだこのハーモニーはと思って、僕そっから多分ハーモニーがいいバンドを好きになっていくんですけど、それがまあユズだったりビートルズとかもそうなんですけど、ベースラインとハモとかメロディーの美しさみたいなところにだんだん惹かれていって、でそういう音楽を好んで聴くようになっていった気がするんですけど、で僕ベーシストとして大学時代ベースを始める頃には対バンをよくするようになっていったんで、周りの先輩バンドアルカラーだとかグッドオンザリールとかバイザラウンドとかスーパービーバーとかなんかそういうバンドをすごい聴いてました。
で大学時代はよくフェスに行ってたんで、結構その時に台頭してきたピコピコ系のバンド、テレフォンとかフジファブリックとかポリシックスとか、その手のちょっと新星を使い出したブームが来てるんですけど、そういうバンドにすごい惚れてしまって、そういうバンドばっか聞いてましたね。じゃあこう好きなベーシストとか、そういう話我々よくするんですけど、はいはい、そういうのそんなに好きなベーシスト探しましたよ。やっぱインタビューで答えないといけない、はい、で僕が一番ベースラインを覚えてるベーシストはベッチリのフリーです、ね、ああそうなんですね。僕高校時代にギターボーカルをやってたって言ったんですけど、うん、僕がピンボーカルをやってるバンドが後にギターボーカルになっていくんですけど、レッチリのコピーバンドをやってたんです。ボーカルのアンソニーの真似をしてたんですけど、でその時ベース弾いてたのが今のボーカルの山中拓也で、あそうなんですね。拓也の弾くフリーのフレーズはめちゃくちゃ耳に残ってて、一番のルーツのベーシストはフリー。その近辺のミクスチャーとかも聞いてたんですか？レイジとかですか？レイジとかコーンとか。いやレッチリ一択でしたね。あそうなんですね。一つ決めた好きなものを愛したいっていうタイプなんで、あ一途な一途な男なんでなんかやっぱそこは他には浮気せずやってましたね。あなるほど、ありがとうございます。いやすいませんなんかバンドを組み始めてから、うんうん、今みたいにバーって売れていくまでってどういう道のりがあったみたいなことすごく気になると思うんですよみんな、はいはいはい、そこら辺って差し支えない範囲で。大学に通いながらバンドをしてたんですけど、普通に就職するもんやと思ってたんです。バンドは趣味でやって、でもフロントマンの拓也が俺はちょっとバンドで頑張ってみたいと思うっていう話をメンバーにしてきて、で当時3年生とかですよね。えってなって、で自分の人生をちょっと考えてみたんですけど、その時の希望的にはお客さんはライブハウスに友達含めて10人集まるぐらい、ああすごいですねっていう状況やって、で自分の中でもちろんオーラルシガレッツの可能性も感じていたけど、自分の人生をどういう風に進めていくのかっていうのはすっごい悩みました。でもいろんなライブハウスよく行く県は結構遠いところもあったんですけど、九州とか千葉のライブハウスにも行ってたんですけど、その千葉にも10人前後待ってくれてる人がいるとか、九州地方にも10人前後待ってくれてる人がいるっていうことを考えた時に、この喜びってバンド以外でなかなか持てないよなっていうことに気づいて、待ってくれてる人がいるっていうことの嬉しさとか、自分をやっぱ必要としてもらえることの喜びみたいなのを天秤にかけた時に、ちょっとチャレンジしてみたいっていうことを自分の中で結論出して、で親と話し合って、まあ、卒業はしてくれってことで後に卒業するんですけど、で卒業するちょっと直前にオーディションがあったんで応募してみたら、そこでグランプリを取って今の事務所に決まるんですけど、いやわかんないもんですね。でそっから事務所が決まって卒業してデビューして今に至っていくんですけど、言ったら一番のターニングポイントはその決意した瞬間、自分にとっての喜びを言葉にできた瞬間、その時に行動に変わっていったんで、なんかそれが一つのポイントやったかなっていうのは。いやすごいですね、うん、決めて行動してったんですね。覚悟が必要だったのかなっていうのは。偉そうにすいません。いやなんかちょっとだいぶ走りましたけど、嬉しいなと思っちゃいました。でもそこで悩んでる人とかめちゃくちゃいると思うんですよね、うんうん、伸び悩んでるとか、それのちょっとでも背中を押すきっかけになったらなとは思いますね。そして今標準的な一日のスケジュールってどんな感じですか？コロナ明けて言ったらフェスもたくさんまた呼んでもらえるようになって忙しくなってきたんですけど、ちょっと今年ゆっくりしてみるかって今なってて、はい、でフェスの本数もだいぶ減らして、ライブハウスツアーとか回りたいよねって言って、この秋に北海道ツアーと九州ツアーもあるんですけど、でそれに向けてちょっと下準備というか、グッズの制作だとかちょっと機材を新調しようかとか、なんかそういうようなことを考えながら一日中ソファーでゴロゴロしてまあ大きくはその制作とライブの日々だと思いますけれども、ね、結構家でも練習とかします？家で僕練習全然しなくて、はい、できないことはするんですけど練習、うん、できないことが今自分のバンドであんまなくて、はい、ライブのフレーズでここでできないなっていうのは本当にないんで全く弾かない日もあります。ちなみにそのアルバムとか作ってる制作の時期ってスタジオにずっといるタイプなんですか、それとも朝来て夜に帰ってみたいな？僕は早く帰りたいんですよ、はい、でも早く帰れない雰囲気の時もあるんでバンドは共同作業なんで、うん、日によりますけど僕は早く帰れる日は早く帰ってます、はい、いなきゃいけない時もあるんですね。
ライブの日とかはそしたらどうですか。ライブの日は台湾とかフェスとかやったら見たいバンドもいるんで、うん、この時間から行こうかとか、うん、このバンドまで見てから帰ろうかとか結構臨機応変にやってますね、うんうん、ちなみに何もないオフの日ってあります。あります。あ、そういう時ってソファー以外で何してるんですか。ソファー以外で、はい、まず朝起きて、はい、コーヒー入れてでシャワー浴びてゲーム、ゲーム好きなんですね。僕スプラトゥーンしてるんで、はい、スプラトゥーンしてアニメ見て昼寝して飯食いに行って帰ってきて風呂入って寝るみたいな。じゃあスプラトゥーンやってたらアキラさんいるんですか。います、います。だんだんいます。どの時間帯でもいると思います。あ、ちなみに一緒にスプラトゥーンやる仲間とかいるんですか。いますよ、はい、バンドマンでいうと、はい、バニラズのマキ、あのバンドは3人やってるのかな。スプラトゥーンって4人対戦なんですけど、はい、バニラズの3人と僕でやったりしますし、ツアー中でどっかのホテルにいるんだよねって電話しながらやったり、ゲーム好きな人結構いるんですね。結構いますよね。疲れますけどね目。あと指豆できてベースでできひんのに。昔はできましたよ、はい、でも今までこそもうできないじゃないですか、うん、ずっと弾いてたら、はい、まあ、いつかゲームの豆もできなくなるんですか。いや、あれもやりすぎたら親指やるらしいですからね。いや、そうっすよ、はい、ちょっと気をつけてください。本業に支障が出るのは良くないと思います。はい、なるほど。スプラトゥーン買おう。はい、続いて、はい、普段どんな練習してますかっていう、うん、これいろんなミュージシャンに聞くんですけど、はいはいはい、基礎練しっかりやる人もいるし次にやる曲の予習の人もいるし、うんうんうん、結構様々なんですけど、秋田さんいかがですか。僕ライブ前に必ずやってるのがあって、むつみくんっていう YouTube の映像と一緒に練習してるんですけど8分で指が動くようになるみたいなやつを、はい、あれいいですよね。8分かけてライブ前に絶対やってます、うん、マイライブ前8分ちゃんと。そうです、そうです。もう本当にその動画見たら分かるんですけど、ドラムだけツッツッタンツッツッツッタンってなってて、途中からベースを弾きながらタブ譜がしたいんでるんですけど、ツッツッタンツッツッツッタンツッツッツッタンツッツッツッタン、これやってます。で、なんか途中でめげそうになったら、むつみくんが応援してくれるんですよ。あ、まだまだ頑張ってみたいな、まだ始まったとこだよみたいな。いいですね。で、オクターブとかなんかいろんなフレーズがそこにはあるんで、これさえやればライブは今んとこうまくいってますね。あ、いいですね。欲しい時に欲しいことが来るじゃないですか。だいたい疲れてきた、それは頑張ってる証拠だよ。なんかその動画とか何個か動画登録してるんですけど、その中で今日これにしようみたいな感じで選んでやってます、ね、なるほど。それでもアキラさんも自分で作ったらいいんじゃないですか。確かに、はい、ちょっと今度弾いてください。待って待って。みんなにやってもらおう。これちょっとドラムのビートは用意しといてほしいですね。わかりました。さすがに、はい、今日何もなしでしたから。うん、あれ嫌やった。そして今回お越しいただいた目的の一つでもあるんですけど、はい、このエースベース、うん、自分で立ち上げたブランドだと、はい、なんでこれ作ったのかとか、まあ、詳しくはもう一本の方の動画を見てほしいんですけど、はい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 、自分の中でエレキベース愛が僕はやっぱ強いなと思って、コロナ禍になってちょっとバンドの活動がやっぱ僕らも含めできなくなった時に、世のヒットチャートが結構シンセベースでありふれたと思った瞬間があったんですね。でそれはまあデスクトップミュージックだとしょうがないし、集まっちゃダメって言われてベーシストが参加するレコーディングとかがちょっと減っちゃったのもあると思うんですけど、その時にちょっと不安に思って、コロナ禍で世の中からエレキベースがなくなってしまったらどうしよう、このままエレキベースを弾かない人生になってしまったらどうしようと思った時に、次世代、次々世代のまたベースヒーローたちが生まれることをちょっと願って世に貢献したいなと思ったんですね。でそれの一つがオンラインセミナーだったり、でもう一つがベースブランドを立ち上げるすることによって、ベースやりたかったけどやるきっかけがなかったとか、どっから始めていいのかわからないっていう人たちの背中を押すものをこう作れたらいいなと思って動き始めて、ようやく3年かかりましたが完成したのがこちらです。シグネイチャーでいいやんっていう話もあるんですけど、
僕シグネチャーしたいって思う仲いいブランドとかなかったんで、それなら作っちゃおうというか、結構抜かれるじゃないですか正直な話、はい、それならその分価格を安くしたいなっていう思いから自分で立ち上げることにしました。昇流が短くなればなるほど価格はやっぱり下げられたり、まあ、もしくは利益を増やせたり、でその利益でまた次のことができたりするので、関わっている人が最小限になること、まあ、すごくいいなと思ってて、だからそこはすごくいいですよね。だからこれ10万円しないベースですけどすごく引きやすいし、これだったら初心者の方すごくいいんじゃないかなっていうふうに思いましたから、やっぱりそのコンセプトはすごくしっかりしてて強いですよね。で僕自身これ使おうと思ってるんでライブで、はい、初心者も使えるしプロも使えるっていうところをうまく狙えたのかなっていうのは思ってます。いやすごくいいと思いますね。続いてミュージシャンとして大事にしていること、何かあればお伺いしたいなと。結構これも価値観は変わってきたんですけど、最近すごい等身大でいることだと思ってます。やっぱり背伸びしてたんですよ、アーティストとしてステージ立つからにはかっこよく見せないといけないとか、なんかそういう背伸びをしてた時期もあったんですけど、僕32なんですけど、30乗った時に等身大でかっこいい男になってやろうっていうモードになって、嘘をつかないっていうのを大事に僕はミュージシャンをやってます。いいですね。ミュージシャンとして大事にしてることっていうのが今どっかにあるんですか？あります。ここら辺にあります。あるかもしれないですけど、やっぱ人として大事なことやなっていうのを改めてこう気づいたっすね。あ、素晴らしいですね、うん、まあ、等身大で嘘つかない、はい、背伸びしないと、しない、まあ、した方がいい時もあるかもしれないけど、しないことを目指しましょうみたいな感じでしょうか？そういうことです、はい。最後にバンドで売れていきたいとか、アキラさんみたいなベーシストになりたいとか、そういうミュージシャンの卵に対して伝えたいことをお伺いしたいです。ベースセミナーをやってるってさっきちょっと言ったんですけど、はい、言ったらベースを持つ初心者の人とかと向き合うわけじゃないですか。で最近で言うとそのセミナーも対談式のパターンもやってみたりして、いろんなベーシストを呼んでこう喋ったりしてるんですけど、その中で気づいたことがあって、みんな悩んでる、うん、みんなコンプレックスを持ってる、みんなできないフレーズがあって、みんな得意なジャンルと苦手なジャンルがあって、周りのベーシストを見て、あの人はあれができていいな、僕はあれができないな、私はあれができないからもっと頑張らなきゃってみんな悩んでるんですよ。でも周りから見たら悩んでる人もすごい才能を持っていて、八景が全部100点の人なんていないんで、まあ、悩むのが悪いわけじゃないんですけど、悩んで苦しんでる人がもしいるなら、いや楽しんだもん勝ちやでっていうのはすごい伝えたいですね。なんか僕自身すごいできないことが多かったし、周りのベーシストと比べてヒゲになったり、ちょっとできるふりして背伸びしてみたりしてた時期もあったんですけど、自分のできることとできないことをしっかり把握することで、周りのミュージシャンたちへのリスペクトもできるようになったし、自分自身も自分のことを好きになれたり、亀田誠二さんと対談した時に、僕にできないことを明君はできるよって言ってもらったんですよ。亀田さんって僕からしたら何でもできる人だと思ってたんですけど、そんなことなくて本人の中では、でそれを口にできるのも強さやなと思ったんで、悩むくらいなら楽しんだ方がいいんじゃないかなっていうのを今ちょっと伝えたいなと思いました。あ、素敵ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。いいこと言ってくれってここへ言われたんで、はい。っていうことで最後までご付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい、いやいや、もうこれはもうアキラさんファンだけじゃなくて、はい、これからどうやって生きていこうとか、どうやって音楽やれていこうとか、そういう風に、ね、悩んでる方にとってすごくいいものになるんじゃないかなという風に思いますから、悩んだらまたこの動画もう一回見て、はい、見てみてください。楽しいと思います。ということで本編終わり。ありがとうございました。普通 の、 あのなんかリットーミュージックとかの取材となんか結構違いますか？うん、まあ、動画の方が僕の良さというか等身大に慣れてるなとは思うので、うん、僕も動画が好きなんですよね、うん、本誌は本誌でまともに映るんでありがたいんですけど、はい、やっぱ動画の方が 楽っていうか、見てる人が違和感ないのかなとは思いますね。そうです、ね、身近な友達とか、はい、家族とか、 なんかそういう人が見て違和感ないのは動画かな。まあ、やっぱ動画の生々しさは結構僕は楽しいなと思っていて、こんな人だったんだみたいな、ありますよね。絶対あるんです。で普通に見てても思うじゃないですか、 YouTube とかに。あと喋らんかった方がいいのにもありますよね。ある、喋らなきゃいいのに。ファンが増えることを願って。はい、ということでエースベースもよろしくお願いしますと、お願いします。いい感じです。
こういう感じのアーティストのインタビューちょいちょいやっておりますので、次戦他戦問わずね、あのこのアーティストのインタビュー聞きたいとか、オーラルみんなの話聞きたいとか、はい、そういう話もね、あのコメントしてくれたら実現するかもしれないので、よろしければねコメントしてみてください。アキラさんのあの諸々の情報とかが詰まっているリンクは概要欄に載せておきますので、チェックしてみてください。そしてギークインボックス のソーシャルメディア各種もそこら辺載せておきますので、チェックしてみてください。ということで、アキラさんありがとうございました。また次のところでお会いしましょう。バイバイ。